花尾由郎の音楽魂。はい、こんにちは。一週間ご無沙汰いたしました。花尾由郎でございます。もうね、今日もいい天気ですね。昨日までちょっとね、小雨が降ったりなんかしてましたけどもですね。おなじみ、高橋誠さん、こんにちは。よろしくお願いいたします。松下俊美さんでございます。こんにちは。よろしくお願いいたします。ですね、もう一週間あっという間ですね。本当にね、なんか時が経つのが早い、今日この頃そういう気がしますけどもですね、本日のゲスト、はい、まあ淡々とですね、こうやってね、音楽魂をね、コツ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 続けておりまして、もう10年がね、経とうとしておりますけどもですね、はい、なんと9年前にゲストで来ていただきました、丸山宏さん。9年目。どうも、こんにちは。丸山です。ロックンロールいやね、9年ぶり。そうです。9年ぶりってすごい。でも10周年 おめでとうございます。いや、ありがとうございます。本当にね、そんなに時が経った？そうですよ、そうですよ。だって、髪の毛見てもらえば、ちょっと薄くなってた。いや、そんなことはないけど、もともとウォッカのね、はい、ロックンロールトレインの時に、一緒になったロックンロールバンドをね、やってて、あの時、丸一っていうね。今でもやってるんですけど。あ、そう、はいはい、そう、そういうことですね。はい、やってます。最近、もう毎日弾き語りやってるらしいです。すごいじゃないですか。それが、9年前、10年前ですよね、ちょうど。番組をやられる前ですもんね、あの時ちょうどロックのトレイン。そうそう。で、これからやるんだよって話を聞いてて、そう。ああ、そうですかって言って、で、辻に紹介してもらって、ステージ見たら、かっこいいじゃんって言って、あ、これは俺もやりたかったことが、加納さんやってるって言って、すぐ俺、アコギ買いに行って。マジで？そしたら加納さんが、またまたそんなこと言って、本当は前から持ってたんじゃねえのって、違いますよって言って、全然信用してくれなくて、で、それからもうすぐですよ。本当半年後には、もう家で練習して、もうね、すぐ一人で歌うようになって。今はそれで、もう、ほとんど毎日やってるでしょ。そうです。もう、北海道から、全国までもう一生全部。すごいな。いっぱい。本当、はい、俺は全然やってないの。言っておきながら。そうなんだ。そうです。もう、でも、先輩をやっぱ見てて、いいなって。あと一人でやられてる時に、すごいフットワークがいいなと思ったんですよ。まあほら、結構自分ね、こう見えても、こう見えてって、ラジオだから見えないと思うんですけど。面白いな、彼は。結構ほら、メンバーとしたと、ライブの時に、こうメニューが決まってるじゃないですか。1曲目何 ?2 曲目何でもなんか自分の場合は、いや、今日3曲目これ歌いたくないんだよな、とか、いきなりなるんですよ。で、あとお客さんからリクエストだったりすると、いや、じゃあそれ歌おうかなとか、なんかあるんで、こう、一人だと、それ自由にできるじゃないですか。ああ、なるほど。僕のほら、相棒の、マルチのギターの、かっちゃん。はいはいはい。前ね、中学の同級生なんですけど、で彼は結構二人でやってると、じゃあこれ行くよになって、いきなりワン、ツー、スリー、フォーでいきなり曲入ってくるみたいなパターンなんですけど、で、それをやってくれるからいいんですけど、ほら、メンバーいると、できないじゃないですか。なかなかね。それがね。で、あと、一番あれなのはやっぱりいきなり新曲とか。で、それがやっぱ一人でこうやりたいもんで、それがなんか、なんですかね、一人だと。自由感がね。自由感あんまじゃないですか。で、あとは、俺が行かなかったらライブ始まらないみたいな。これがもう最高面白いっすよ。相変わらず面白いな。相変わらず。こういう人だった。どうしてもね、そんな、どうでもね、声のね、キーが高いもんで、FM 向きじゃないって言って、AM 向きだってよく言われたんですけど。本当。そうなの？そんな、なんで？なんかあんの？なんつうか、FM って、なんか低音の。そうそうそう。いらっしゃいませ。そういうから。AM の方は、どっちかしたら。どうもーみたいなね。どうも一応、目黒のさんまって言われてますから。それ、目黒、それ、落語ですからね。いや、それ、だから当時、今、あなたと会ったら、いろいろさっきお話してたら思い出しちゃって、ね、アキラさんのコーナーとかでもね、俺、やらしても、コーナーでやらしてもらったんだけども、やっぱり小三治師匠とかね、ね、ごめんなさい、小金治師匠とか、あと、城山中さんとかね、いらした
時だったよね。そうですそうです。あなた何どっか回ってたりしたの、ジョーさんと。ピッピさんってあのクールスの、うん、昔のメンバーの方がいて、うん、その方と、うん、が自分がバックやってたもんで、うん、でその時にあのちょうどジョーさんと一緒に上海に、上海ね、あそれ日本離れちゃいますね。まあそうなんだ。日本離れて、今、うん、北海道から沖縄って言ったんですけど上海まで行ってました。すごいですね。でもほら金子さんほらロンドン行ってますからね。いやチェックしてますから、ガラケーでガラケーでチェックしましたから。ね、同じガラケーでしたもんね。当時黒いパカッてやるだけだって、でそれ壊れたっつってまた同じやつ買ってきたっつって、そうよく俺覚えてる、よく覚えてるね。だってキャロルの内海さんから言われたもんね。いや、俺たちみんなガラケーだったから、で、うっちゃんも半分液晶が割れてて、でね、カナ君、ロックンローラーこれでいいんだよ。言いながらさ、3ヶ月もしたらさ、スマホですよね。すぐスマホに返してて、こすりながらスマホ。そう。カナ君、やっぱ今からこれだよ。そう。そう、ね、身代わりが早いよね、ロックンローラー。さすがですよ、その辺はね。ということでね、これ話で終わっちゃうよ。今日これで終わっていいかな。終わっていいか。曲必要ないな。一応、喋りの、MC なんだよ、MC は。一応ね、どうしようかなんかやろうよ。あ、じゃあ、うん。今日はりますか、ギター持ってきてもらって。あ、そうですね、せっかくですからね。せっかく持ってきてもらって。せっかく持ってきていただいて。そう、カナオさんを見て、アコギを始めたっていう、ね。マリアはちょっと初心者なんですいません。じゃあ、じゃあ、どうします？これ？そうですね、これ。はい、ですね、ムーンライトシャドウっていうナンバーなんですけど、ムーンライトシャドウ、まあ、僕月光原小学校っていうところに、どこ月光原小学校、月光原月本当目黒、そういうのあるので、そうするとですね、あれムーンライトなんですけど全然関係ないですけどね、シャドウだからだよ。ムーンライトフィールドじゃないからって言って、ちょっと間違えちゃったっすね、英語。じゃあちょっとムーンライトシャドウっていうナンバーで、ムーンライトシャドウ、行きたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、行きます。ワン、ツー、スリー。答え、生きる意味
アップしたね。いや声がすごいね。声でかい。声でかい。いやいやいや。久しぶり声大きい人聞きましたけど、ね。ありがとうございます。今日のね、はい、ゲスト丸山ひろしさんでございますけども、やっぱりその全国そうやってね、はい、回ってるっていうのはやっぱりこう力になるよね。そうですね。それも一番初めに、うん、ライブで加納さんのステージを見たのはそうなんですけれど、うん、その後にもう弾き語りで、うん、1本でほら生声で生ギターで歌うっていうのをやったっけ、アネムロで書いてあって、うん、それで俺一回あそこは、立ち飲みバーに、立ち飲み屋、ああ、棚ぼた。棚ぼた。はいはいはい。あそこに、追いかけて行って、ちょうど自分たちが、あの時、渋谷でライブ終わって、うん、リーゼントのままギター持って、ああ、そうじゃん、来て、そのままバーって走ってきたじゃないですか。立ち飲み屋に？そうよ。で、カノさん来たけど、終わっちゃったんすかって言ったら、うん、じゃあ今終わっちゃったんだよ。まあ、いや、一曲だけ歌うよって言って、一曲だけ。その時ね、多分、俺、インスピレーション歌ってくださいって言ったら、うん、いや、今もうその状況じゃないからって言って、なんか、サンドバイビーかなんか歌ってた。マジで、その時に、ギターで、その時一人で、やられてたんで、うん、それも見てて、うん、ああ、そっか、こういうの絶対いいなと思ってて、それからいろいろと、バーとかいろんなライブハウス、まあ、自分で、こう、なんていうんですか、地方の方だと、うん、わざとギターをケース入れて持っていくんですよ。うん、何気なく。で、うん、バッて、こう、あ、ちょっと、ビールでも、なんて、こう、何気なくこう飲んでて、うん、で黙ってこう座ってると、うん、で、お兄さんどこから来たのって、あ、自分東京から来て、とか、あ、ほんと、何、うん、音楽やってんのって、ギター持って、わざとらしくなって、音楽やってんのって、あ、そうです、まあちょっと歌とか歌ったりとかして、とか、こう、こう、しおらしくこうやって言うんですよ。あ、そうなんだ。どんなの好きなの、あ、自分なんかまあ、結構A ちゃんとか好きで、とか言って、うんうん、A ちゃんって誰、あ、矢沢みたいな、こういう感じで、こういう感じなんですよ、トークが。って言ってて、したら、なんか、ここ歌ってもいいんですかって言って、うん、歌えるのなんて言って、うん、本当に、あ、じゃあ、いいっすかねって、うん、じゃあ、すいませんって言って、何人か常連のお客さんいらっしゃるじゃないですか。うんうん、そこで、じゃあすいません、すいません、丸山です、よろしくお願いします。うわーって言ったんですよ。なんで俺変わるのあーなるほどね、はい、おかしいそれでいろんなとこにこう出没して、あ、でそうするとだんだん、うん、今沖縄なんかはそのパターンでこう、うん、行かさせてもらってると、手の内は、そうするともう大体みんな、うん、また来てよ来てよって、うん、あ、そうね、だから結構ライブの数こういっぱい入ってるんですけど、うん、自分はステータスとして思ってるのは、うん、自分から、うん、スケジュールをこう入れるんじゃなくて、うん、来てよって言われて、いや、ごめんなさいって、もう俺いついつ入ってるから、うん、そうそう、お客さんもほら集まんないから、悪いからいいっすよっていうふうに言うんで、うん、いや、それでもいいから、マジで来てよって言ってくれるのは、もう俺の中では嬉しくて。うん、あ、すごいね、でもね。それがあれ、俺、歌う前とか絶対飲まないんですけど、歌ってから、もうデロンデロン飲まない、飲んで、今日お客さんいないから、俺は売り上げ協力してるよって言って。それだよね。終わったらもう終わってる人に何なってますから、いつも。今日も昨日、武蔵小山で、ライブだったんですけど、うん、武蔵小山で、そのまま朝まで飲んで、今、うん、このまま、ベカマ戦。そのまま来た。そのまま行きましたよ。ほんと。ほんと。元気だな。はい。ちゃんと綺麗にして。ねえ、すごいよね、はい、でもね。ドアトゥードアで。トレイントゥートレインで。そうか、そうか。パワフルだね。パワフルだね。どうですか、マコさん今日初めてでね。初めてなんですけど、自分はね、この、ラスタカラーのシューズと、うん、ラスタカラーのブレスレットで、うん、さすがと思ったんですよ、俺。ああ、なるほど、ね。もう途中でやってるさ、さ、さ、いち。もう、ああ、気持ちが一つと思ったんですよ。このジーパンもそうだよ。あ、素晴らしいっすね。そういうことだよね。嬉、ね、しいっすね。面白いよね。丸山ひろしさんね。話は尽きませんが、ね。ちょっとお便りご紹介しましょう。はい、金後郎さん、中瀬 FM 門中ということでね、地蔵坂 YMT の皆さん、こんにちは。Y、吉郎じゃない。M は松下。T が。T がとしみ、あれあ、誠か。いや、そうか。誠としみ、YMT、地蔵坂。横浜に地蔵坂っていうのがありますよね。キキさん、山田さん、こんにちは。ということでね。そして、丸山さん、こんにちは。こんにちは。私は元気です。っていうね。
良い天気の中熱くシャウトしてくださいリクエストはファニーエンジェルです、よろしくお願いいたします、はい、っていうことでね、チャーリー佐藤さんから来ております、どうもありがとうございます、今日1万円入りましたね、投げ銭ね、最近ね羽振りがいい、いやいいだから1万円はねあんまり良くないんですよ、だいたい5万円ぐらい来ますからだいたいね、ということで松下さんのありますか、はいあります、はい、博多のミキさん、うん、皆さんこんにちは、はい、梅雨入りしたと思えないカラッと晴れた博多です、ね、梅雨入りしたのこっちもね晴れましたね、うん、先週の生田圭太郎ユニットのお二人も良かったですね、はい、個人的には最初の10分くらい聞けなくて、うん、聞き始めた途端にリクエストした曲が演奏されてたんで、うん、もうメッセージを読んでいただけたのかと思いました、はい、さて今日のゲスト丸山ひろしさん、うん、お帰りなさい、はい、とは言ってもおいらはメッセージとしては初めましてですが、そうですね、あのもう9年前ですからね、ほぼ同世代の方として、はい、某所で内海さんの奥さんとお会いしただけで、うん、直立不動になってしまった人間としても、うん、あの頃のリーゼントロックンロールのノリが分かる人間として楽しみです、うん、今日はスタジオの雰囲気を楽しんで気持ちよく歌ってくださいね、うん、誠さんのギターがどう絡むか楽しみです、はい、そうそう、かなおさん、そして山田ディレクター、はい、番組の10周年おめでとうございます、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、ね、本当にラジオを休むことができないから最低でも520回は続けてらっしゃるというわけです、うんうん、すごいですよね、素晴らしいです、これからも続けてくださいね、そんなにやってんの、500計算したのね、分かんないけどね、あの本当にね、あのちょっとね歌いあの精神的にちょっときつい時もあったね、はっきり言ってね、でも山田さんとかねやっぱり励まされてね、あの好きなようにしなさいって言われて、うん、好きなように歌っていいのよって言われて助けられたこともあるし、やっぱりあのレギュラーの方もいろいろ変わりましたけどもね、はい、その都度ね、あの皆さんねご協力いただいてですね、こうやって今は高嶋誠さんね、松下俊美さん、また動画のキキさんね、うん、で編集してくれる金子源一さん、うん、まあ、いろんな方にね助けられてこうやって、やってこれましたことをね本当あの嬉しく思いますけどもね、ちょっとうるってしょ嘘ばっかり言うねうるっとか来るんだいやでもね、あの9年前にね、あの丸一で来たでしょ、うん、そうですそうです、そうするとね、そういう方とまた今日ね、まあ偶然あなたも忙しいんでね、なかなかこう入れなかったんだけども、お会いできるっていうことはね、なんかあのやっぱりこうちょっと感無量だよね、はい、そうです、自分もそうです、それで先輩たちがこうやっぱりやってるっていう姿が、うん、我々後輩なんですけど、まあ後輩っちったのも50代なんて全然あの周りからもおっさんたちいるんで、ね、言われちゃってるんですけど、うん、やっぱ60代の人たちがこういると、うんうん、ああ俺たちまだまだガキだなっていう感じが、うん、俺すごくいいなっていつも思ってて、ちょっと10歳違いますからね。そうなんです。あ、10歳違う。いや、たけしと同じぐらい。いや、辻と一緒なんで。あ、そうなんだ。あ、10歳。馬年同士なんですよ。馬年？馬年なの？一回違う。一回違うんじゃん。一回違う。それで話したんですよ。おぉ。馬なんだ。馬年なんですよ。じゃあ合うよ、俺と。馬年同士。馬が合う？俺も馬年だ。マジですか？そう。一緒だもん。あ、そうか。そう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 。あ、全員馬です。そうそう、馬。すげえ。だから3、この間3台続けて馬の人と飲んでたからね。あ、マジっすか？ 4 人だよ。4人か。マジっすか？ 4 台。一番上が80いくつだったね。あ、そう。かっけえ。4台の、4世代の馬年で飲んでたんだけどね。自分は日の上馬です。あ、そうなんだ。そうか、そうか、そうか。41年なんで。ほんと？はい。そうだ、そうだ、そうだ。そうですよ。その話したんですもんね。そうだ。そうか、そうだ。一回り違うんだ、って。馬年元気がいいですね。元気いいですね。やっぱり。ねえ。馬車馬のような馬車馬です。馬車馬。まあ、ライブスケジュールはね、その、まあ、どんな感じになってるんですか、今。今、結構、固定してるのがあってて、まあ、いつもは、毎月第2土曜日の深夜、夜中の1時なんですけど。深夜の1時です。オールナイトでやってるオールナイトでやってるんですけど、それが池袋のあのアダムっていうライブハウスで。池袋アダムね。前回も前お話しさせてもらったように、ミスターバイクって雑誌の。あ、はい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 。その雑誌の佐藤慎也さんっていう、やっぱ川崎に住んでる、ライダーで、ライターの、の方なんですけど、その慎也さんのイベントで一緒にバーンナイトっていうのをやってまして。それをバンドでやるの？
それはもうマレージバンドでやってて、それはもう、今年で21年。あ、そう。あ、それ本当前からやってたもんね。ずっと続いてるんだ。はい。それは毎月？いつ？毎月です。毎月。第2土曜日の深夜に。第2土曜日深夜ね。はい、やってて。あ、そうなんだ。で、あとは今は、一人でやってるのが、ね、パターン的にいくと、まあ、この辺の、近くだと、横浜の桜木町。はいはいはい。桜木町もやってたね。そうずっと、うん。アドリブっていうところで。アドリブね。はいはい、ちょうどあそこは今10年です。あ、そうなんだ。はい、もうそんなに経っちゃってね。あそこは大体月に2回、うん、1人でやったり、2人でやったりとかしてて。アドリブ？はい。地下降りる。地下の、はいはい。あそこです。そうです、そうです。私、行ったことある。あ、あそこです。あそこでやってて。そうなんだ。あとは館内の、北海ジャイアトノっていう、バーって言いますか、飲み屋、居酒屋風なバーがあって、で、そこはもういつも、第3金、金曜日に。もう必ず、歌ってて。それこそ、カノさん、あれですよ。生声、生、ギターで。そうなんだ。そこでやってるんですよ。本当は機材もあって、こうできるんですけど、あ、トノちゃんって言ったら、そのオーナーに、トノちゃん、俺はもう、そう、セッティングするのめんどくさいから、俺来たらいきなりバンって歌うから、って言って、そのまま。いいね。カノさんの、その、棚ボタのスタイルを真似して。俺だから、棚ボタなんか歌いながら入ってくるから。動画で、ジョンジョンで、高橋さんと二人で、ちょっと表に出てって、緊張迷惑だなって、戻ったら、そんな、見てて、そう。めっちゃおかしくて、あれ。おかしいよね。いや、最高だなって思って。あれさ、外で聴いてる人、入れなかったりして、外の人がいるじゃん。もし俺歌、調子こいてさ、出てったらさ、まこちゃんストラップがないのに、挟んでさ、一緒に来てくれたんだけどさ、そん時に限って娘が来たわけよ。そもうちょっと、バズが悪くなって、相当待って。あれはめっちゃ受けましたね、俺。見てて。面白いね。そうです。で、それはもうやってて、あとは武蔵小山。武蔵小山では、毎週、シックスグラムスっていうちっちゃなバーがあるんですけど、そこはもう毎週歌ってます。あ、そう。もう地元なんで、あ、そうなの。それこそ行ったらスタートみたいな。あ、そう。全部本番直撃なんで。本当。いいですね。いいね。早速ね、もう本当のこの元気、あ、じゃあごめんなさい。ミキさんの。栗山さん。消えちまいそうなが好きですが、何でも OK です。ちょっと待って、ここら辺は読んだ。読んだよ。520回。あ、そこからも続けて。消えちまいそうな。消えちまいそうなが好きですが、何でも OK です。嬉しいですね。カノさん、ファニーエンジェル。だけど何でも先ほどもファニーエンジェル来たね。また、まあ、後で時間があればね。PS、明日はいよいよ、ヤマトパオで、アミタメさんとの10周年記念ライブ。ありがとう。前のお客様の邪魔にならんごと、天井に向かって念を飛ばしますけん。はい、博多の方なんですね。博多のミキさん。やっぱり博多とかね、まあ、長くやってると、まあ、いろんな、各地方の方も、福島のね、須賀川の方たちもね、聞いていただいてたり、まあ、動画も配信してるんで、海外の方もね、見てくれてたり、楽しみにしていらっしゃると思います。明日いよいよ僕のことなんですけども、音楽魂、10周年ということでね、ヤマトのパワーでやらせていただきます。明日ね、これ、高田誠さん、明日、エレキ、アコースティックでいきます。あ、いきますか。さっきとも全然違うもんね。明日アコースティックだよね、とか言いながら。俺、急に曲変えたりするの、俺も。俺、バンドでもするから。バンドの連中ってさ、メニュー変えてんだけど、俺、気がちょっと変わるときあるわけ、途中で。だから曲に、急に変えたりするからね。で、まこさんはもう心得てるから、あれだけども。だって俺だって全部そうだよ。どこでやってもその、その番組もあるんだからね。あるよね、そういうのってね。毎年なんですね。決めたら面白くないじゃん。そうそうそう。そうなんですよ、そうなんですよ。あの通りに行こうなんていうのはさ。あ、この、これ。そうです。だから自分を大切にしたいと。ちょっと役者みたいな、その舞台で、で、あ、なんか映画出たらしいね。あ、映画は、映画、映画はま、あれ、エキストラみたいなもんなんだよ、あれは。エキストラ後輩がちょうど撮影やってるの知ってて、で、それ、友達が聞いたんですよ。で、なんとかバンドのね、誰々が、あいつまだ若いじゃんって言って、あいつ役者なのって、いや、じゃなくてなんか、スカウトされて、今回一本だけだって、あ、わかった。じゃあ、俺、陣中見舞い行ってくるわ、つって。まあ、沖縄まで行ったんですけどね、陣中見舞いに。本当シューシューっと座ってて、エキストラで、こう、座ってるんですけど、まあ、
みんなほら静かじゃないですか、うん、あの役者の人たちって、うん、あと台本読んだりとかして、うん、俺入ってどうもおはようございますってなっちゃったよ、もう、うん、何どうやん映画なのってみんなで話して、うん、なんだろうあの人 どっかの なんとなんか有名な役者さんなのかなと思った、うん、だけど、うん、実際ただのエキストラだったというそれで後輩に「あ何東京割れちゃうんだったよ」なんて「あでも自分都の生まれなんですよ」へえっていうふうに俺に前言ったよなって言った顔見た人が「丸山さんなんでいるんですか?」って声が「いやお前のお前応援に来たんだよ」なんて言ったらびっくりしましたからね、ほんとそれで映画で、ね、それ出たの、そうです、あ出てるらしいんでまだ見てないんですよ何役キャバクラで、うん、こう喋ってる役なんですよあ、ほんとでキャ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 騒いでて、ああそうそうそう、いいね、でみんなほらあのエキストラの人たちってみんなほらまあ本当に普通に集まってる来る人だったじゃないですか、その中でもひときわもう俺喋ってましたからずっとそうなんだ、すごいね、いやでも向いてるよね役者とかに俺もちょっと出たのですよね、俺あの薬剤俺薬剤3人組です すぐそのタクシーの中で殺される血乗りつけた私あのそうだよ、発表しましょうね、だからもう最初から初からだからね血だらけのそれでも結構下條アトムさんとか、ええ、あのマトリックスのね香港男優がまあ主役だったりして、はい、タクシードライバーの映画なんですね、ええ、それまだ公開されてないけど、ああでももう松下さんでもあれ見てんだよね、試写会ね、あ見ました、試写会はちょっと行けてないんだけど、はい、うん、チェックにね、ああチェックしてるじゃないで要するに、あの名前とかさ、はいはい、ローマ字だからちょっと、うん、アジアとかで、はいはいはい、あの持ってったりしてたんで、あいいっすね、そう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 、ただあれ台本あるじゃないですか、でその通りやんなくちゃいけないって映画の場合は一回撮るから俺いいと思うんですよ、うん、もうそのシーンはやらないじゃないですか、うん、なんですけどあの舞台だとそれを ずっと1週間とかこうずっと続けてるじゃないですか、うん、俺だから逆に言えばその役者の方が素晴らしいなと思って同じことずっとやるじゃないですか、うんうん、で俺それ1週間やった時にできなくて、うんうん、でもう毎回俺だけまずユニフォームがっていうか洋服が違うんですよ俺だけ、うんうん、あれこの間昨日川ちゃんだったのになんで今日スーツなのみたいな、うん、だ役者の人たちはびっくりするんですよ、うん、なんで違うの、いやだってほら昨日来てもう汗臭いから洗濯出してそういう感じなのみたいな、うん、いけないのみたいな感じで途中で髪の毛切っちゃったんですよ髪の毛長かったのが最終日は髪の毛短いんですよ、あ映画中にね、であいやそれは舞台です、舞台中か、だから毎回同じことをやらなきゃいけないんだけど、うん、俺だけ毎回洋服が違うし、うん、髪の毛も変えてて、あ舞台の時ね、ひげを生やしたのを剃ったりとか、うん、そんなことばっかりだったんですよ俺、役柄が分からなくなるよね、役柄何の役だってなっちゃう、そう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 、でもそれでなんとか一週間あの楽しめたっていうか、うん、自分自身の中で小さなことなんですけど、まあ、主役じゃないんで、うん、まあ、ちょい役だったんで、うん、あれなんですけど、その中でちょっと楽しんで1週間、うん、それはあの、ウォッカの辻も、うん、あの遊びに来てくれました、え見に来たんですよ、そうなの、マルちゃん役者じゃんなんて言って、いやいやいや言わないでそれなんて言ってでも役者の方にほら失礼だから言われたんだろう、ね、静かになっちゃった、いやだってあのちょっと結構ベテランの方とかいらしたんで、そのだからその香港のね、はい、あのコリン・チョーさんが、まあ、タクシードライバーで、はい、俺たちはどんどん乗ってくるんだけど、はい、でその中でまあ殺されちゃうんだけど、でびっくりして飛び降りるシーンがあるわけ、はいはい、車から、うん、もう一発で OK だったからね、すごいバターッと音がして、さすがハリウッドスター、すごいよね、ほんでもう俺のこと怖がっちゃって、はい、林長さんがもう血だらけだからそういうの あったけどね、あれちょうどあのブログ、あのアメブロですよね、うん、あれで俺見させてもらったんですよ、あ本当、うん、おー今はアメブロ全然やってないのよ俺、自分そうです、あのなんかあれができなくてログインできないですよね、うん、同じですやっぱ俺たち似てるよね、なんかね頭きてさ、で金子さんがスマホを変えたじゃないですか、うん、でそれもほら書いてあった時に、うん、うんうん、とうとうあの変えたなと思ったんですよ、うんうん、で俺はずっとまだガラケーだしだって、うん、あの同じあの黒いやつをずっと使ってたんで、本当、うん、で最後パカパカになっちゃって、うん、これしょうがないやと思ってしょうがないし、うん、今スマホにしたんですよ、あ本当、で先にも先輩だから、やっぱ先輩がね、先に俺がスマホに変えたらそれは失礼だなと思ってちょっと歌おうぜなんかリクエストあったらさっき、じゃあれできる、消えちまいそうな、できる、消えちまいそうな、本当消えちまいそうな、はい消えちまいそうなって
じゃあいいですか、はい、じゃあ、リクエストありがとうございます、はい、丸山のナンバーで消えちまいそうな、はい、聞いてください、はい、丸山宏さんでね、はい、消えちまいそうな、はい、うん、これは何、オリジナルが今ほとんどなの、ね、もう昔からあのカバーが苦手で、 あそうだっけ、はい、もうずっとオリジナルオンリーで、あそうかそうかそうか、もういいです、ね、あのカバーするって思ったんですけど、うんうん、あのもう一番初めはもうあの自分なんかキャロル大好きで、うんうんうん、エージャン好きで、でキャロル矢沢駅をこう追っかけてて、うん、でだけどその時にあの成り上がるっていう本で、うんうん、A ちゃんがもう
オリジナルだって書いてあったんですよ、うん、でその小学校の時6年生の時見て、うんうん、オリジナルだよってもう中学入ったんですよ、すぐあのギターの相棒、うん、かっちゃん、うん、平田丸山、うん、前と一緒なんですよ、うん、あギター弾けんの、うん、一緒にやろうとバンドっつって、うん、なるほど、何やんのってオリジナルだよって言ったんですよなるほどね、だからよくあのどんなジャンルやってるんですかって言われて、うんうん、俺は丸山やってますって長生き言ってるんですよ、ね、全然マイナーなんですけど、うん、つってそうね、であのそうです、だからかなおさん の、うん、あのステージを本当に見て、うん、そのアコギの、うん、あのまあ良さ、それはもうずっと自分を思ってて、うん、で、まあ、あの A ちゃんも結構キャロルとかあとソロになってからもうアコギで途中でこうやってる、うんうん、あったんですよ、はいはいはい、それもあったんでもう自分も絶対あの感じをフルでやったら絶対いいんじゃないかってずっと思ってて、うん、でだけどなかなかいわゆるフォークソングの人たちを見てても、うん、こうインスピレーションがなかったんですよね、うん、でなんかないのかなと思ってカナオさん見て、あこれだと思ったんですよ、そう本当は本当なんですよ、でそれの冗談だよ、またうまいねんって言っちゃうんですけどすごいね、いや本当なんですよ、それであのインスピレーションを聞いて、あのまたその歌もそうなんですけど、あれかっこいいっすよと言って、今日やってくんないですか、えやったらいいけど、やってくんないですか、リクエスト入りましたね、あ入りましたか、あそうですね、リクエスト入りましたやりますか、インスピレーション、インスピレーションあやってもいいけどやるじゃん、インスピレーション、はい、いいね、何、いやちょっとどんどんいけるから、しっかり撮っててください、ね、ちょっとじゃああのじゃあコーラスも入ってもらって、あのいいっすかこれね、うん、やってみますか、インスピレーションね、覚えてるかな、どんな感じあるじゃん、特別な夜をお前にあげよう今夜だけ、インスピレーションレーションレーション、全ての夢をお前に託しての中にいた、ワン・ツー・スリー・フォー、ちょっと待って、俺すっごいすっごい緩んだ、緩んだ、ごめん、どうしたんだろう、あれ弦が緩んだね、弦が、はい、あの強く弾きすぎたかな、あのこれほら、あ、そうですね、これなんでだろう、急にですよね、急に、失礼しました、これ生放送でこういうことインスピレーションでした。これでもう大体こんな感じですよね。脱毛してちゃんと。何言うね。脱毛じゃないですか。脱毛して、ということでね。いや、外の皆さんも大OKですよね。もうだってプレミアム SS シートですから今。目の前で。ねえ。起きたのね。いや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 。それでね、丸山さんのね、今後っていうか CD とか出さないの？ごめんごめんごめん。ごめん。あのマイクマイクマイク。マイクなかった。マイク。大丈夫です。そう CD 出したいんですけど、なかなかライブばっかりで、なかなか時間が取れなくて、まあそれ言い訳なんですけど。でもそのアコースティックで弾き語りのパターンのライブとかでもいいんじゃない？そう、それ一応。もう年内には、うん、出したいなと思ってるんですよね。本当48とか50ってよくこう、キリのいいとこあるじゃないですか。うん、で、そういうのかなと思ったり、55歳だってとか、こういろいろ考えて、数字のマジックって面白いじゃないですか。だから、それでね、今、52なんで、ちょっと微妙だなと思ったりしてね。ああ、なるほどね。はい、
そうです。で、まあ、だから52なんで、52、うんうん、あの、52、あの、CD 作りますよ、みたいな感じで。52ね。とかね、そういうふうに考えたりとかしてて、そうです、そうです。だからまあ、一応、なんとか頑張れ、頑張ります。はい。ああ、はい、ねえ。はいそうか。そうですね。ね、あの、すごいいいよね。ね。うん。パワフルでね。ありがとうございます。声でかいよね。このパワフルさは CG には入んないね。でもさ、あの、こう、ライブと CD っていうのは、はいはい、まあ、ライブがいいに決まってるじゃん。はい、そうです。だから CD っていうのはね、うん、もうちょっと抜いて、こう、録音した方がいいのよ。なるほど。うん。俺ね、最近思ってんだけど、はい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 、CD の音源っていうのはね、はい、あの、要するに、ええ、ライブあの CD をライブ会場で、まあはい、あの売ったりするじゃん、ええ、それで持って帰って聞く方には、はい、やっぱりこう家の中で聞くのはそういうライブのそのままの音っていうのは、はい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 、今わかります、お腹いっぱいになっちゃうのだからそれ繰り返しこう曲として聞きたいが、うんはいはいはい、別物だよね、うん、あなるほどって今思いました。だからそういう部分でね、はいはい、あの作れば結構飽きないで聞ける。今すごくあのあれです大チェックですそれ本当に、うん、いやそう思うよ。これ言っちゃったらあの同業者にみんなバレちゃうから。そう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 。だからここだけの話してる。ここだけの話、うん、あのみんな知ってると思う。みんな知ってるよ。じゃあミキさんのリクエストでね、はい、あのちょっとあの取り直して俺ちょっと歌おうかな。やる。ファニーエンジェルやろうか。こっち行く。うん、これ、うん、ちょっと、うん、大丈夫大丈夫。おそらく大丈夫だと思う。なんかガーンって当たったらさ、伸びるね。
ハニーエンジェルをお届けしました、博多のミキさんのリクエストにお答えしましたけどもですね、今日は丸山博さんですけどもですね、大騒ぎ大騒ぎになって、で最後にね、丸山博さんのあ、お便り来てる、来てます、来てますか、青木さん、金尾さん、誠さん、としみさん、スタッフの皆さん、こんにちは、小田原の青木です、はい、雨が上がって暑くなってきましたね。先週末の湘南台のライブお疲れ様でした。ミュージシャンの皆さんが、終始ニコニコしていたので良い写真がたくさん撮れました。ありがとうございました、はい、でもですね、としみさんのステージが少なくて、はい、あまり良い写真が撮れませんでした。ごめんなさい、それでは寂しいので今日はとしみさんの歌声が聞きたいです。何でも良いので聞かせてください。またライブでお会いしましょう、はいはい、明日来てね。そう明日歌いましょうかね。あの今日はあの金玉の時にね、あの、僕らの歌はね、やらせていただきたいと思います。そうですね、来週またね、来週ねやらせていただきます、はい、ちょっとね面白いのがあるのよ、松下俊美の何風の中で立て直す、これがね風の中で立て直し、立て直しっていうねということでね、今日丸山博さんですけども、最後にね、はい、なんかオリジナルナンバーもですね、はい、またやっていただきたいと思いますが、何にしましょうか。じゃあミスターバイクでいつも歌ってるんですけど、はい、サイクルロードという、サイクルロード、はい、サイクルロードというナンバーを最後に、はい、歌わさせていただければ、はい、嬉しいです。こっちか、はい、そうです。それでじゃあ、いいですか、サイクルロード、はい、いきます、はい、ワン、ツー、スリー、バッ。
とうございました。ねえ。青がやっぱ出るんだ。うん、ね、最高ですね、気持ちよかったです。今日はね、本当に元気なね、丸山博さん、ゲストにお招きいたしましたけどもですね、ツアーもね、いろいろはい、ね、ライブ活動も頑張っていただきたいと思います、はい、ね、はい、ありがとうございます、またね、ぜひ、はい、もうまたあと9年後にまあでもちょくちょく時間があったら来てくださいよ、ね、こちらこそよろしくお願いします、ね、面白いな、あの話がね。ね、今日のお客様、丸山博さんでした。ありがとうございました、高橋真子さん、ありがとうございました。松下と清水さん、ありがとうございました。動画のききさんもありがとうございました、また来週お会いいたしましょう。はい、大分金吉郎でした。 See you next time。 あの人は今はない、人の心が好きさ、不口の山に見る Our Rhythm Side My Hometown。 季節は祭りがある、懐かしき友がいる、忘れかけてた想いが体に染み渡る、熱き心が好きさ、また